皆さんこんにちは。週末モデラーのじゅんさんです。青島の最新キット24分の1ラクプラスナップカーシリーズ第1弾スカイライン 2000GTR 製作レビューの後半をお送りします。前半の動画では開封からシャシーと内装の組み立てまで32分の1ラクプラと比較しながら製作していきました。まだご視聴されてない方はぜひ前半もご覧ください。それでは後半ボディ製作から再開します。後半も32分の1ラクプラと平行製作をして比較しながら進めます。24分の1ラクプラのボディ表面のツヤは弱いですね。最も特徴的なのはボンネット、ボディ本体と別パーツになっています。こちらは32分の1ラクプラ、こちらの方が明らかに表面のツヤが強いです。このあたりはキットの大きさとプラ素材の間に何らかの相関関係があるのでしょうか。無塗装での仕上がりは32分の1の方が綺麗かもしれません。スタイルやディテールはどちらも精密です。組み立てていきます。フロントウィンドウ、リアウィンドウの窓枠シール、クリアパーツに窓枠とピラーのシールを貼ってからクリアパーツをボディに組み込む手順です。窓枠シール意外と難しいですよね。まず四隅のどこか一箇所で位置を決めて、あとはモールドに沿って貼っていくようにすればうまくできると思います。リアウィンドウの窓枠も同様にシールを貼っておきます。サイドウィンドウ前方の枠、ここも角を決めてから全体を貼っていけば大きくずれることなく貼ることができます。ボディにクリアパーツを組み込みます。ボディ後方トランクのあたりにラボがあります。サイドウィンドウを内側から押し込んでボディに引っ掛けるように取り付けます。この設計は32分1の時と変わらないですね。スナップ感があります。ピラーのシールを貼り忘れていました。本当はウィンドウ取り付け前に貼っておく方がいいです。ルームミラーにももちろんシールが用意されています。ミラーを取り付けて完了です。オーバーフェンダーは別パーツになっています。フロントグリルのメッキパーツも切り出しておきましょう。ひとまずこれで準備は OK です。続いて32分の1の方の準備に入ります。こちらはまずボディのシールからですね。窓枠、ウィンカー、エンブレムだけでなく鍵穴までシールが用意されています。ちなみに32分の1ラクプラシリーズの組み立て説明書はすべてボディのシール貼りから始まります。このあたりもやはりターゲット層を意識した構成なのだと思います。窓枠シールは24分の1の時と同じで角を合わせてまっすぐ貼っていくを心がけると良いと思います。オーバーフェンダーはボディと一体で成形されていて
色分けはシールで行います。月の輪の形のシールで一見すると貼りにくいようですが、内側に切り込みが入っていて貼った時のシワを吸収し、ボディーパーツの内側にきれいに回り込むようになっていて、貼りやすいです。ウィンカーのシール、秀逸ですね。エンブレムももちろんシールですが、ボディーパーツの方をよく見ると文字までくっきりモールドされています。こういう環球がラククラの味を深めてますよね。ドアノブ、ピラーのエンブレム、鍵穴など、スカイラインらしさ、車らしさを引き立てる部分に、しっかりシールが用意されています。テールランプは色付きのクリアパーツではなく、内側に赤く反射するシールを貼ることで、透明、クリアパーツでもブレーキランプの赤色をしっかり表現できる作りになっています。ボディのシールはこれで完了です。ウィンドウパーツの窓枠シールを貼っておきます。窓の細かいシールがちゃんとスケール感を演出してくれます。シールを貼ったので、ウィンドウパーツをボディにはめ込みます。ラボはなく、ボディの窓枠にクリアパーツを内側から押し込んで引っ掛けるイメージ。これでボディのシールとウィンドウパーツの取り付け完了です。オーバーフェンダーの違和感もありませんし、このサイズでこのディテールはやはりすごいですよね。24分の1スナップカーの外装品を取り付けていきます。オーバーフェンダーは端っこから位置を決めてはめ込むとラボのズレがなく取り付けやすいです。裏側はこんな感じです。2つ並べてみます。やはり大きい方が迫力があります。後方ピラーのエンブレム、ドアノブはメッキパーツが用意されています。どちらもゲート跡が目立たないところに来るように設定されています。はめ込むだけでご覧の通り、綺麗に仕上がります。続いてヘッドライトとフロントグリルのユニットです。ライトカバーのクリアパーツをヘッドライトパーツに差し込みます。上下の溝によってパーツのズレや滑落を防ぐ作りになっていて、接着剤なしでも十分な強度が保たれています。ゲートの位置も考慮されていて、ストレスなく組み立てられます。フロントグリルは別パーツになっています。取り付けの向きはラボの位置と角度で判断できます。塗装ではなく、パーツの色でシルバーと黒の色分けができる仕組みですね。すごいね、秀逸だね。ヘッドライトの裏側を取り付けます。ライトカバーの取り付けでも使った溝に沿ってライトハウジングパーツを組み込みます。
溝に沿って滑り込ませることでしっかりホールドされます。これでフロントグリルとヘッドライトのユニットが完成です。実に精密で完成度が高いです。フロントのウィンカーランプの取り付け、内側の丸いダボ穴がちょっと小さかったのでナイフで少し広げてみたらすっきり取り付けできました。フロントグリルユニットを組み込みます。2000GTR に魂が吹き込まれた瞬間です。あとはフロントバンパーを用意して取り付け、これでスナップカーの方は凛々しいお顔の完成です。テールランプも組み込んでいきましょう。24分の1スナップカーの方はランプカバー用に赤色のクリアパーツが用意してあります。差し込んで完了です。トランクのエンブレムパーツ、メッキパーツにスカイラインの文字がモールドされています。ボディのくぼみにきれいにはまります。続いてリアの GTR エンブレム、ここもメッキパーツが用意されています。テールランプとエンブレム完了です。それでは32分の1スナップキットの方もフロントグリルを組み立てていきましょう。こちらはグリルとヘッドライトが一体になったメッキパーツで簡素化されています。ヘッドライトカバーは4つ独立したクリアパーツです。かなり小さいので紛失注意ですね。ヘッドライトの位置に差し込みます。スナップカーと比較、ディテールは引けを取らない細かさです。こちらも魂が入りました。フロントバンパーを取り付けて、グリル部分にシールを貼ります。続いてテールランプ、透明クリアパーツのランプカバーを入れてから外枠をはめ込みます。リアバンパーを取り付けてバンパーのランプ部分にシールを貼ります。これでテールランプとバンパーも完了です。ついでにフェンダーミラーの準備もしておきましょう。ミラー部分はシールになっています。細かいですよね。爪楊枝で押さえてあげるといいです。いいね。すっかりスカイラインなお顔になりました。これこそスナップキットシリーズの本領という感じです。さて、後半動画もいよいよ佳境に差し掛かってきました。24分の1スナップカー、ボディとシャシーを組み合わせます。後ろから差し込んで前を引っ掛けるスタイル。基本的にはモデルカーシリーズなど他のカーモデルと同じ作りです。少し違うのは前の方が引っ掛ける場所がフロントバンパーの裏側だけでなくタイヤハウスの上のところにも爪があるというところです。
ボディとシャシーの接合強度を高めるための機構だそうです。そしてこの爪を隠すためにボンネットパーツを別パーツにして、上から被せる形にしたのだと青島の担当の方から教えてもらいました。設計・開発には様々なご苦労があったと思うと、感無量です。リアスコイラー。これは32分の1の方にはない装備です。ナンバープレートを取り付けて、リアバンパーを取り付けたら、後ろ姿は完成です。入れた。ボンネットを取り付けます。爪がしっかりしているので、パーツ、ポロリの心配は皆無です。フェンダーミラー、準備しておきました。ミラー部分はメッキパーツです。ワイパーも取り付けて、完成に近づいてきました。最後の仕上げ、ボディのシールです。シールってか。貼り終えました。シールによってかなり情報量が増して引き締まったと思います。シールの構成は32分の1スナップカーとほぼ同じと考えて良いと思います。鍵穴シールが継承されているところはさすがだなと思いました。これでスナップカーは完成です。スナップキットの方も仕上げていきましょう。後ろから差し込んで、前をはめる。これだけ。これで2台とも完成です。できました。青島最新キットスナップカーのスカイライン完成しました。2023年のホビーショーで24分の1のラクプラという発表を聞いてから、ずっと楽しみにしていたキットで、期待を裏切らないどころか思った以上に楽しいキットでした。ただ単に32分の1ラクプラを大きく使用ということではなく、既存の24分の1カーモデルのシリーズを簡単に組み立てられるようにするというコンセプトが、スナップキットシリーズからさらに深みにはまっていけるゲートウェイとしてはもちろんですが、ヘビーなスケールモデルファンにとっても基本の組み立ては時間を短縮して塗装や改造に多くの時間をかけられるようになるという新しいプラモデルの楽しみ方に広がるのではないかなどと勝手な想像を膨らませてしまいます。ということで前編後編に分かれましたが、今回の動画はここまでとなります。また次回からソビエトヘリコプターハインドの制作シリーズを再開します。では次の動画でお会いできるのを楽しみにしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。